ニオイシュロランコルジリネオーストラリスは、千年木属に属する単子要植物の木元の一種。ニュージーランドの固有種であり、その特徴的な景観を形作る要素となっている。高さ20メートルにまで成長し、頑丈な幹を持つ。葉は1メートルに達する剣のような形で、分岐した枝の先端に海上につく。果実は鳥に好まれる。ニュージーランドのほぼ全域に分布し、 マオリ人によって周辺の島々にも移植されている。森林の園、川岸、平野、沼周辺など様々な環境で生育できる。一本の幹を持つ木として最大のものはゴールデン湾岸のパカワウに存在し、およそ400から500歳、高さ17メートル、規模の周囲9メートルの個体である。マオリ人には地高ウ,ウカと呼ばれ、広く栽培されて、食料、繊維、 薬用に用いられた。丈夫で成長が早いため、ニュージーランドでは様々な場所に植えられ、多くの栽培品種も作出されている。ティリティリマタンディマなどの島において、生態系の再生プロジェクトにも広く用いられた。和名は、果樹が、ロに似ており、方向があることに由来する。北半球でも観賞用樹木として栽培される、温帯性であり、 あまり寒い場所や熱帯気候ではうまく育たない。花の拡大写真。反り返った花皮片と長いおスシべ。三列した中等を持つ。最大で20メートルに達する。幹は太く、直径1.5から2メートル。開花前には細く分岐しない茎を持つが、最初の開花後には先端に葉の房のついた多くの分岐した枝からなる時間を形成する。角枝は過剰の形成後に、 さらに分岐することもある。樹皮は明灰色から暗灰色のコルク質。表面に亀裂はあるが自然には剥がれず、触るとスポンジ状である。葉は細長く、剣状に直立し、明緑色から暗緑色。長さ40から1 0 0トル。基部の幅は3から7センチメートル。多数の平行脈を持つ。枝の先端に海上につき、葉の先端や古くなった葉では、 気分も垂れ下がることがある。葉は厚く、中六は、はっきりせず、細かい脈がある。程度均一に平行に走る。葉の表と裏に、あまり差はない。春から初夏に甘い香りの花を、60から100センチメートルの大きな創上果序につける。花と果序は、無柄か、ほぼ無柄で、花は果序に沿って密集して並ぶ。花を保護する法要は、開花前にはピンクを帯びることが多い。 カンタベリー地方南部からオタコ地方北部の個体では、包容は緑色である。角花は直径5から6ミリメートル、6枚の可比片は基部、近くで分離し、反り返っている。オスシベの長さは可比片とほぼ同じ。メシベは短く、中等は3列する。果実は白い液化で直径5から7ミリメートル。大きな食い状の根茎は、 成長した個体では3メートルに達し、地中に垂直に伸びている。これは植物体を地面に固定するほか、フルクトースをフルクタンの形で蓄える役割がある。若木の根茎は主に肉質で、貯蔵組織の細胞壁も薄い。これらの組織は二次肥大成長した分裂組織に由来する。春から初夏に開花する。一つの果序は長さ1メートル程度で5000から1万個の花をつける。 ニュージーランド産の千年木属は、現在より温暖だった千五百万年前頃に、熱帯域から流入して定着したものである。地域の気候や地質に応じて、本種は場所によって異なった形質を獲得している。この際によって木全体の外見や枝、葉、色、強靭さなどが異なるものとなっている。また、薬病や昆虫の攻撃に対抗する生、 科学的な変異も見られる。北島のマオリゴではこれらの際によって、本種は北部ではチーチー、中央高地ではチーマヌ、東部ではタラリキ、西部ではウォーレンという四つの異なる名で呼ばれる。ノースランド地方の個体は遺伝的多様性が大きく、古い系統の残存を示唆している。最も北の個体群は細く柔らかな葉を持ち、 植物学者のフィリップ・シンプソンは、コルジリネ・プミリオとの雑種であるとしている。東部では、本種は細くまっすぐな暗緑色の葉を持つ。だが、通常より幅広い葉を持つ個体もあり。これは、ノース・ミサキとその近隣の島々に生育するコルジリネ・アブテクタとの雑種であると考えられる。このタイプはカリカリ半島からコロマンデル半島までの海岸で見られる。 ノースランド地方西部とオークランド地方に分布するチーチー型は若いうちは非常に細く新しい香り松の森林で一般的に見られる。開けた場所では大型になり細長い枝と比較的短く広い葉を持つ。チーマヌ型は北島の火山高原で見られ背が高く頑丈、比較的分岐の少ない茎と大きくまっすぐで強靭な葉を持つ。 葉は大きく放射状に広がり、高原の寒い冬に適応していることが示唆される。成長した個体では、葉は、より幅広くなる傾向がある。湾イ川上流に沿って、状態の良い個体が生育している。チーマル型はもともと、溶岩、火山灰、軽石でできた、開けた地域に由来する、可能性がある。タラナキ地方北部、キングカントリーベイオブプレンティ地方の定地でも見られる。 タラリキ型は北島東部イースト岬からワイララパで見られる。マオリ人は特に細く尖った葉を上部で耐久性のある繊維として用いていた。この強靭な繊維はおそらくこの地域の暑く乾燥した夏への適応である。ワイララパの一部では葉は特に尖って頑丈で、養芯は内側に向かって巻いている。イースト岬近くではこれと対照的に葉は柔らかで垂れ下がる。 航空案では、緑色の幅広い葉を持つ個体が見られ、マナワツ渓谷を通じて、東側にウォーレン型が侵入していると考えられる。ウォーレン型は、北島の西部で見られる。これは長く幅広い、柔らかい葉を持ち、おそらく年中吹き続ける西風に適応している。ウェリントンホロフェルは湾が抜いて見られる。タラナキ地方南部沿岸では少し形態が異なり、 縮小した樹幹と幅広くまっすぐな葉を持つ。ウォーレン型は南東で最もよく見られる方でもあるが多少の変異はある。北島のものと同等の方はキャンベル岬からキャットリンズ北部の海岸から南アルプス山脈の東側斜面で見られる。マールボロ地方のワイラー渓谷では古い葉をつけたままにする傾向が見られ乱雑な外見となる。この地域の気候は極端で、 夏は暑く乾燥し、冬は寒い。南東のタスマン地方では、気候や土壌によって三つの生態型に分けられる。石灰岩の断崖に生育する方は、強靭な青緑の葉を持つ。川岸の平野に生育する方は、背が高く樹幹の高さに変動があり、細く垂れ下がった暗緑色の葉を持ち、北島のイースト岬で見られるものに似ている。最も西側の沿岸に見られる方は、 頑丈な幹と幅広く青みがかった葉を持つ。このうち2つの方は、ウェストコースト地方でも見られ、垂れ下がった葉を持つタイプは湿潤で肥沃な谷筋に、青みがかった葉を持つタイプは海風にさらされた岩の斜面を好む。南東のオタゴ地方では、南に向かうほど個体数が減少していき、キャットリンズ北部では見られなくなる。ワイ川から、 このタイプは内陸の氷河から流れ出す水をたたいた湖の周辺まで広がっている。若木の成長は非常に早く非常に寒い冬によく適応している。28地点から集めた種子より育てた個体によって葉の形状や寸法の変化傾向が調査されている。苗木は成長とともに消失する赤葛色の色素を持つが、この色素は南の個体ほど見られる頻度が高い。 葉は、北から南に、低地から山地に向かうほど細く頑丈になる傾向を示し、これは、寒冷な気候への適応であると考えられる。果樹の構造を示した、模式図。中央の軸から10から50本の枝が生え、全体で100から500本の花をつける枝が伸びる。花は、果樹全体で数千個に達する。大型の枝では、さらに深いレベルで分岐することもある。 1769年、エンデバー号によるジェームズ・クックの第1回太平洋探検航海に同行した、博物学者、ジョゼフ・バンクスとダニエル・ソランダーによって採集された。模式産地は、クイーン・シャーロット・サウンドである。1786年に、ゲオルク・ホルスターのフローヤリー・インスラレム、オーストレリアム・プリドローマスにおいて、ドラセナ・オーストラリスとして記載された。 特に北半球の植物市場では、現在でもドラセナ属として扱われていることがある。属名コルジリには古代ギリシャ語のコードイルに由来し、肥大した根茎にちなんだものである。種小名オーストラリスは、ラテン語で南のを意味する。英名キャベツツリーはいくつかの資料では、初期の移民が若い葉を、キャベツの代用として用いたことによるとしている。だが、この名はニュージーランドへの移民の前に、 すでに存在していた可能性がある。フォルスターは1777年のボエジラウンドザ・ワールドでフィールドランドに自生する本種の禁煙種について、魔のキャベツパームではない。中央の目は柔らかい時にはアーモンドの風味があるが、キャベツのような味はあまりないと書いている。ニュージーランド固有の5種の千年木族の中で最も背が高くなる種である。 コルジリネ・バンクシーは最もよく見られる種で、細く立ち上がった幹を持つ。コルジリネ・インディビザは高さ8メートルと大型で、巨大な樹幹を持ち、葉は幅広く、長さは2メートルに達する。コルジリネ・アブテクタは本種と最も近縁で、北方では本種との雑種も確認されている。この雑種は大型で分岐が多く、葉が細く種子は小さい。 染色体数が本種と同じに N イコール38で、あるため、コルジリネプミリオや C バンクシーが近くに自生する場所では、これらとの雑誌もよく見られる。本種は、マオリ人に古くからよく知られていた。千年木族は、マオリ語で、チーと呼ばれ、本種に対しては、チーコウウカチーカウカチーラーカウチーオウ、チープアチーはナッキーなどの名称がある。各部族が、 利用目的や特徴によって、本種を異なる名で呼んできた。外見に由来する名としては、大型になるもの、花が白いもの、葉が幅広いもの、葉の縁が波打つもの、葉が尖るものなどがある。利用法に由来するものとしては、果実が鳥を引きつけるもの、葉が、縄の製作に向いたもの、網の製作に向いたものがある。最も広く用いられる、地位ウ羽は、本来、食用に用いる葉の芯を指す。 ティリティリマタンギジまで本種の花を食べるアオハシインコ。島内では、このような本種の姿がよく見られる。フィリップ・シンプソンは、本種の生息環境について、次のように書いている。古代のニュージーランドでは、ニオイシュロランは、様々な環境に生育していた。光、湿度、土壌、温度が成熟に必要な条件を満たしていたならば、森林、岩海岸、低湿地、 湖や川の周辺、孤立した岩の上まで、あらゆる場所で見られた。海から陸へ近づいていくと、ポリネシア人の旅人は、故郷のイメージを、ヨーロッパ人の旅人は、熱帯太平洋のイメージを思い起こすだろう。本州は、ノース岬から、南東の南端まで自生する。南ほど数は少なくなり、南限は、インバーカーギル西部のサンディポイントである、フィヨルドランドの大部分では、 おそらく適した環境がないために自生しない。ニュージーランドのアナン極諸島でもおそらく寒すぎるために自生は知られていない。プアナイツ諸島、スチュアート島、チャタム諸島などの沖合の島には存在するが、これらはおそらくマオリ人が持ち込んだものである。スチュアート島では貴重で、かつての灰色水なぎ鳥採集者が生活していた、いくつかの島や岬のみで生育している。 チャタム諸島でも大部分の地域では見られない。通常は低地に自生し、標高1000メートル以下の場所で見られる。最も標高の高い自生地は、北島の火山高原で、噴火によって他の植物が一掃されたスペースに進出を果たしている。南東では、南アルプス山脈の山麓における森林破壊によって、本種が高地に進出する余地ができたという側面もある。 北島火山高原に自生するチーマヌ型は、南東の南端に自生する個体といくらか似た部分があり、同様に寒さに適応した結果だと考えられる。妖精の先駆植物で、苗木は他の植物に上を覆われると故死する。成木は水を蓄えられるため干ばつに耐性があるが、苗木は十分な水が必要である。このため、砂丘や山腹での生育には、 湿ったくぼみや水源が必要である。土壌の肥沃さも影響しており、カンタベリー地方の移民は、本種が自生する場所を好んで庭園として利用した。落ち葉は分解後に、肥沃な土壌を形成する。他には、温度、特に霜は重要な要因で、若木は霜によって死に、成長した個体でもダメージを受ける。このため、本種は、霜の降りる、内陸部の高地には生育できない。 初期のヨーロッパ人の探検家は、川岸や大きな沼、低地の谷に沿って、キャベツツリーのジャングルが広がっていると書いている。現在、これらの地域は、肥沃な平野として農地化されており、かつて見られたような群落はもはや存在しない。現代のニュージーランドでは、生態系の一部としてではなく、孤立して植栽されることが多い。ダニーデンの木で種子を食べるニュージーランドバト。 背景の葉にはがによる食害根がある。秋に葉の塊の中心からまだ開いていない棘状の葉の芽が伸び始める。このうちいくつかの成長点は果樹に成長するように変化し、その周囲の2から3個の芽は葉に成長するものとして残る。この果樹と葉の芽はまだ開いていない葉に包まれて冬を越す。これは 数ヶ月後の春から初夏に開いて花を咲かせ、4から6週間にわたって最大限の倉庫なしを引きつける。花の甘い香りは多くの昆虫を引き寄せるが、花の蜜にはエステルとテルペンを中心とした方向属化合物が含まれ、特にガを誘引する。蜜チはこの蜜をもとに明るい色の蜂蜜を生産し、これをエネルギー源として初夏に巣の大きさを増大させる。 果実が熟すには約2ヶ月かかり、夏の終わりには鳥によって散布されるようになる。果樹の構造は頑丈であるため、かつては主要な種子散布者であったニュージーランドバトのような重い鳥も果樹に捕まることができる。各果実は3から6個の光沢のある黒い種子を含む。この物質は鳥の消化管内で種子を保護する役割がある。種子には 多くのリノレン酸が含まれ、初火時の栄養となるほか、鳥の産卵にも重要である。新しく形成された茎が果樹をつけるまでには、約2年かかることから、3から5年ごとに多くの花をつける年が巡ってくる。各果樹は5000から1万の花をつけるため、大型の果樹では約4万の種子を持つことになり、豊作の年にはき1本あたり100万個。 木立全体では億単位の種子ができることになる。地中に埋まった根茎から芽を出して、幹を再生できるため、ニュージーランドの木元の中では、山火事を生き残れる数少ない種である。再生速度も速く、競合する他の植物より優位に立つことができる。葉は油を含み燃えやすいが、この油には、葉の分解を防ぎ、木の根元に落ち葉の厚い層を形成して、 他の植物の発芽を防ぐ役割がある。種子にも油が含まれ、数年は発芽能力を保つ。山火事が植生を一掃した後、多くの種子が開いた空間で発芽する。成長した古代では、火災や風害による、障害の後、幹から直接放外だを出すことがある。大きな被害を受けたり、中空になったりした根茎の脇から、新しい根茎が再生することもあり、 これは地中に向けて伸びて植物体全体を再生する。このような再生が起きるため、古い木は多数の幹を持つことになる。樹皮はコルク質で亀裂があり、スポンジのような感触である。健全な生態系において、本種は多くの動植物と関わっている。最も普通に見られる着生植物は、シダルイ、アステリア属、ンカである。成長した木は、 ツルセの茶線シダ族の茂みに覆われたり、湿潤な場所では、コケシノブカや、特に豆ゴケシダ族のトライヒャメインズレネフォームが枝に絡みつくこともある。アステリア族や、同じアステリア科のコリスパーメムヘイシタットムが、枝の分岐部に生育したり、数種の着生性卵類の宿主となることもできる。他の着生植物としては、クリセリニア族のクリセリニアルシダや、コケ類、チー類、 菌類などがある。ファナロキタコーディラインズスフェラプススコーディラインズの2種の菌類は本州の生態組織のみから発見されている。鳥類ではニュージーランド密水が古い葉や果樹の間に映像するほか、黒赤つくしガモは一般的に平野に立つ老木の根本に巣を作る。青シインコが枝葉の間で節置する姿もよく見られる。カンタベリー地方南部では日中に 溝口コウムリが鳥の巣として用いられた後の枝の空洞で休息する。果実はニュージーランド蜜水エリマキ蜜水やニュージーランドバトに好まれる。マオリ人はハトを果実によって引き寄せて捕獲するための小立を作成していた。ある入植者は1840年頃に見た光景について、ある時期になるとハトの巨大な群れが白い果実を食べるために飛来し、 飛ぶことも難しくなるほどの重さになるまで食べ続けた。銃の使用は禁じられていた。マオリ人は先端に罠輪をつけた長い竿を持って葉の下に座り込み、食事中の不注意な鳩の首に罠輪を巻きつけて締め上げ、捕まえていたと語っている。森林破壊により、在来の鳥は減少してしまったため、現在では外来種の星むくどりが果実に群がっている。花の蜜も、 昆虫や蜜水類に好まれる。歯と荒い樹皮は、芋虫が、小型の甲虫、ハエの幼虫、クロギリスカ、有イ類などの理想的な住処となる。これらの虫は、セアカホーダレムクドリや産食した貴族のパトロカ、ロニープスなどの鳥に捕食される。樹皮は、着生植物の足場を提供しているほか、枯れた歯には、昆虫や花の蜜を食べる、トカゲ類が潜む、花を接触する、 トカゲ類も見られ、小餅や森族のホップラダクトラスクリスサイラッティカスは、本種の葉の間に隠れるための保護色を持っている。甲虫、が、ハ肺などの昆虫が、樹皮、葉、花を様々な方法で利用する。植物体を餌とするものだけでなく、枯れて垂れ下がった葉は、黒ギリス類の冬場の隠れ場所となる。これらの多くの昆虫は、自生個体だけでなく、 公園や庭の栽培個体でも見られる。葉が分解した後には黒い腐食が残り、これは短脚類、ミミズやスデなどを養うことになる。本種に固有の昆虫が9種確認されている。最もよく知られているのが釈画家のイピフリンバーキアラタで枯葉に完全に擬態している。卵は中央にある葉の目の基部に産み付けられ、孵化した幼虫は葉の表面に大きな穴を開けて食い進み、 葉の縁に特徴的な切り欠きを残す。この側は若い木にも散乱するが、成虫の隠れ場所となる枯れた葉が少ないため、成長した木に比して被害の度合いは少ない。サドン・ニクラインによる被害、北部を中心に感染が広がった。薬病による腰が最初に報告されたのは1987年、北島でのことである。これはすぐにノースランド地方、 オークランド地方に拡大して大流行を始めた。この症状は後にサドンディクラインと呼ばれることになる。影響を受けた木は葉が黄色に変色し、古い葉からしおれて落ち始め、2から12ヶ月で全ての葉を喪失する。新しい葉の成長も止まり、枯れた枝のみ、または乾燥した果樹を残すのみとなる。同時に樹皮も弱くなり、すぐに脱落するようになる。星率は、 最大で、オークランド周辺で18-26%を記録した。長年にわたってこの減少の原因は不明で、加齢、菌類、ウイルス、紫外線量の上昇などが考えられた。また、他の地域から持ち込まれた個体を、ノースランド地方、オークランド地方に移植したことで、現地の環境に適応できていない株が普及してしまったことも、要因の一つとして考えられている。 ニュージーランドの土地情報局は、北島火山高原のタウポに在来植物の育種場を持っており、ここから公園、保護区、街路樹などの目的で本種個体が供給されていた。多くのノースランド地方の公園で、この個体が在来個体のすぐ近くに植えられており、その交雑した子孫は地域の環境にうまく適応していない可能性がある。5年間の研究の結果、 サドンディクラインの原因は、おそらく、オーストラリアから移入されたハゴロモカ昆虫の、スコリーパパオーストラリスによって媒介される、ファイトプラズマの一種、ファイトプラズマオーストレイリアンスであるとの結論が、下された。サドンディクラインによって、各地の個体群は打撃を受け、特に北部では、大型の木がすべて枯死した場所もある。だが、農地など開けた場所の木が影響を受けた一方、 自然林の木はあまり影響を受けなかった。北島南部と南東北部の個体でも枝残しは少なく症状は軽微だった。2010年までに感染によって重い症状を示す個体は減少したというデータがある。サドンディクラインによる被害を契機として農村部において本種が危機に瀕していることも注目されるようになった。これは放牧地などに生える成長した個体が 次第に枝を失って枯死していくというもので、植物学者はこの現象をルーラルニクラインと呼ぶことを提案している。農家によって沼地が干拓された後も、本種のた立ちは残されることがよくある。だが、本種が牧場での唯一の木陰となった結果、家畜はその周囲に集まり、幹に体を擦りつけて樹皮を傷つけ、周囲の土を踏み固める。牛、羊、ヤギ、 鹿は樹皮を剥がし、その下の栄養のある組織を食べる。哺乳類によって傷つけられた幹が治ることは少なく、時間とともに傷口は広がってゆき、最終的に幹の中央の組織が腐り落ち、植物体の全長にわたる空洞を残すのみとなる。幹は変形し、地上1メートルほどの樹皮が完全に剥がれ落ちた状態となる。これは、細菌や菌類の感染を招き、 枝や樹幹に感染が広がることで、植物体全体が固死する。他の外来の哺乳類による被害も報告されている。フクロギツネは、葉は食べないが、糖分の多い若い果樹を好んで食べ、木を休息場所としても用いる。ウサギはより破壊的で、特に干ばつ時には、木が倒れるまで根をかじり続け、倒れた木をすべて食べる。馬も幹をかじることで木を倒すことがある。 現象の他の要因として、ファネロシットコーディラインズなどの不及菌や不正性の微生物による感染、昆虫の幼虫による歯の接触などがある。マオリの子供に好まれた、モレレ、またはモアリと呼ばれる遊び、本種の歯から作られたロープが用いられた。マオリ人は古くから本種の精神的、生態的、実用的側面に関する多くの知識を保持してきた。 ヨーロッパ人の移民後に、これらの知識、サツマイモの南限は、難易43度のバンクス半島で、ここよりも南ではその代わりとして、特に本州の栽培が発達していた。自生個体、栽培個体双方が収穫されていた。茎は切断され、大人数のチームで、全処理が行われて数日から数週間、乾燥させられる。根茎は、大きな人参のような形をしているが、 これも掘り返されて食用とされる。1840年代にエドワード・ショートランドは、マオリ人は肥沃な深い土で育った根茎を好み、果樹ができる直前の春から初夏に最も甘くなるため、この時期に掘り返して食べると語っている。乾燥後、茎と根茎はアースオーブンの一種の中で24時間以上蒸し上げられる。これは大量に含まれる古く炭を分解して、 非常に甘い古くトーストする役割がある。調理後にこれを叩いて平たくし村に持ち帰って乾燥した状態で貯蔵する。これは甘味料としてシダの根などの食物の味付けに用いられる。糖分が結晶化して繊維の間に集まることもあるが、これは繊維を割くことで容易に分離することができる。カールを水につけてそのまま噛むこともあり、風味は排糖蜜に似ていると言われる。 カンタベリー地方南部とオタゴ地方北部の丘では大きなアースオーブンの跡が発見されており、ここは現在でも本種の大きな子立ちが見られる場所である。ヨーロッパ人は本種をアルコールの原料として用い、ひどい醸造種が作られて、クジラやオットセイの漁師に賞味された。成長点はコウアタと呼ばれて生殖される。また、調理したものはコウウカと呼ばれる。収穫時には 開いていない葉の芽を探し、周囲の硬い葉を掴んで折り取る。葉を除去した中心には、小さなアーティーチョークに似た芯があり、苦い野菜として、深すやクニルなどの調理法でコウウカとして年中、食された。コウカは、うなぎ灰色水なぎ鳥葉と、現代では豚、羊、牛など、脂肪の多い食材の付け合わせとして賞味される。木によって苦味の度合いが異なり、 強いものは薬用、弱いものは野菜と使い分けられていた。歯からは丈夫な繊維を取ることができる。この繊維は強靭で、特に海水に対する耐久性が良く、アンカーロープ釣りと料理用マット、バスケットサンダルレギンスなどの材料に用いられた。南東の高地には、セリカのアセフィラ属や黒梅もドキ科のディスクリアトーマトーなど、 トゲだらけの植物が生えているが、このような製品はこの地域を旅するときにも役立っていた。マオリの子供に好まれるアトラクションであった、モレレ、またはモアリと呼ばれる遊びがある。これは地面に立てた棒と、そこから下げられたロープを用いるため、ロープは強靭なものである必要がある。本種の繊維はマオランの繊維より強靭であり、この用途によく用いられた。葉は、 マガッパとして用いられることもあったが、この目的では、同族のコルジリにインディビザの葉の方が望ましい。マオリ人は、本種の様々な部位を、飲み薬や塗り薬の形で、怪我や病気の治療に用いていた。植物の成長点であるコアタは、血液の競争、浄化作用があると考えられて生殖された。葉の汁は切り傷、赤切れ、ただれなどに用いられた。また、 葉は煎じて、下痢に対する飲み薬として、用いたり、切り傷をつけることによる治療にも用いた。さらに、葉を柔らかくなるまで揉みほぐし、傷に貼ることで軟膏としても用いた。わかめは戦痛に効くとして、幼児や母親に与えられた。目の煮汁は、他の腹板にも用いられた。種子は必須脂肪酸であるリノレン酸を多く含む、イギリス海峡のオルダニー島で栽培される古代。本種は、 世界中の温帯で広く栽培される。ニュージーランド産の樹木の中では最も広く栽培されているものの一つで、欧州や米国でも観賞用樹木として非常に人気が強い。南部や南東内陸部の寒い地域に由来するものは北半球の環境にもよく耐えるが、北島由来のものは寒さに弱い。種子から容易に育てることができ、栽培地の近くでは鳥の種子散布によって、 自発的に生えてくることもある。切断した芽や茎、幹を用いた刺し木も容易である。植木鉢やプランターでも育てることができる。イギリスはメキシコアン流の影響を受けるため、スコットランド西岸でも全域で栽培することが可能である。イングランド南部ではこれよりもよく栽培され、気候が穏やかなアイルランドでは全島で非常に一般的に見られる。野市とは近縁ではないが、 コーニッシュパーム、マンクスパーム、東米パームの名で販売されることもある。東米パームは、東米で多く栽培されていることにちなみ、この地域では旅行者向けのポスターや公的なシンボルにも用いられている。他の国では、スペイン、イタリア、日本でも栽培できる。また、北極からの風を防ぐ、ビッキコート、メキシコ湾流の効果により、北極圏から5度しか離れていない。 ノルウェーのマスフヨーデンで栽培された記録がある。灼銅色の葉を持つ品種。コルジリネ、レッドスター北島では、マオリ人が食用に育種した品種が存在する。チーパラ、またはチートーヒーティと呼ばれる品種は、旧枝を伸ばして、複数の多肉の根茎を形成する。この品種は賠償で開花せず、ゴム状の柔らかい茎と厚い緑色の葉を持つ。 マオリ由来の品種の多くは絶滅したが、この品種は19世紀にトーマス・カークにより収集され、小型であることから、コレジリネ・カーキーの名で、園芸家に好まれていた。だが1991年に再発見されるまでは、この品種がマオリに由来することは忘れられていた。トーヒーティは、マオリ神話における永遠の地、ハワイキと同義である。近年の DNA 解析では、 北島の火山高原の個体群に由来することが示された。全世界で多くの栽培品種が販売されている。他の千年木属同様にピンクの島が入るものや葉が緑、黄、赤などの色合いを帯びるものが作出されている。初期の品種には1870年にフランスとイングランドで公表された葉が赤褐色を帯びるコルジリネオーストラリス、レンティジェノーザがある。 中六がシンクとなるビッチー青銅色の葉に赤い、模様の入るアトロサングウィニア紫の葉を持つ、アトロプルプレアやパーパーなどのほか、ダシシアのアルジェントストライタダラーアナなどの品種がある。他の千年木族との雑種も多く存在し、1925年にはすでにニュープリマスにおいて、シーバンクシーとの雑種が作出されている。ニュージーランドでは、いくつかの品種や雑種は、 在来のガの被害を受けやすいようである。未熟な個体はスパイクスやドラセナスパイクスの名で、観葉植物として販売されることがあるが、ドラセナ族とは全く異なる植物である。また、コルジリネ・インディビザと混同されることもある。アメリカ合衆国のオ省ムショーは、本種の体幹性区分を1011としている。英国においては、本種自体に加え、サンダンス、トーベ・ダザラー、トーベ・レッドの品種が、 英国王立園芸協会のガーデンメリット賞を受賞している。ありがとうございます。